僕らってさ、例えば今明日ね、会社のオフィスに行くとさ、みんながこうやってパソコンにね、こうやって夢中でこうやって仕事をして作業をして、で顔を上げるときってどういうときに上げます？皆さん、こうやってスマホ触って顔を上げるときって、実際に何か人にお願いをするときに顔を上げますよね。あ、ごめんあれやっといて、あ、ごめんあの書にまとめといて、あ、ごめんこれどうなってる、何か聞いたりお願いをするとき、イコールギブミギブミギブミってね、俺にくれくれくれの世界になっちゃってるわけですよ。わかります？オフィスに行ったらギブユーをしてる人なんて誰一人いないんですよ。みんな誰かに何かを聞いて、みんな誰かにお願いをして、みんな誰かに何かをね投げて、そういう状況じゃないですか今の世界ほど。でも一番大事なのって、実はくれくれくれってなってるような世の中の中で、じゃあちょっとね、ちょっとしたことでいいんですよ。朝スターバックスにね、庶務さんにこうやって買ってくるとか、いつもありがとうってチョコバー1個渡すとかね、みんな最近どうなのとか、そういうなんか、そういうちっちゃい心がけがさ、正直すごい重要だと思いますよ。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。